知事選の結果は結果でしたけれども我々は第一会派で過半数以上の議員を我々はまあ所属をしている会派ですからあのまずはあのきちんと形式を重んじてあの議会のやはり、まあまあ、我々その厳粛さといいますかそれをきちんと守って知事と新知事と我々の考え方をお互いにやはりまあ伝え合いながら まずは形式的にきちんとやり取りを始めていくということだと思います私たちは、まあ、あの第2会派でありますからあの、まあ、安野さんを支えるのはまあそうなんですけれども、やはりこの議会運営全般、まあ、とりわけあのここ1年ほど、まあ、議会運営がなかなかうまくいかなかった点は反省をし、そのあたり、しっかりと議会全体と調整をしていただけるように、あの私たちも支えてまいりたいと、このように思っております。 公明党はこれまでも地位に対しては、税制引きで対応してまいりましたけれども、今後もこの姿勢は、今、県が抱えている課題や、それからさまざまな政策提言も含めて、しっかりと税制引きで今後も対応していきたいという,うに思っています。